お知らせがあります。長年っていうかまあ2年ぐらい、1年以上このリュックずっと使ってたんですけど、秋冬バージョンをなんと購入しました。この前友達と竹下通りに行った時に良さそうだなっていうリュックをめっちゃ写真撮ってお母さんに見せて、それで今日レピピとかウィゴーとか行ってきたんですけど、その結果じゃん、ウィゴーで購入することにしました。こちらのブラウニースタンダードってなんかタグには書いてあるんですけど、ダブルベルトミニリュックサイズフリー1990円です。こんな感じですごいシンプルなんですけど、これよりもサイズがワン一回り大きい感じになってて、形もすごい可愛いです。ここなんか磁石はすごい便利なので、磁石でこれよりもだいぶ大きいので結構いっぱい入りそうな感じがします。で、ここにもポケットがあります。最初に今日と思ってリュック欲しいなと思ってソラドに入ってレピピ見たんですけど、超可愛いなって思ったんですけど、背負ってみたら私の体の大きさとリュックのサイズ感が違いすぎて、ちょっと私のこの大きさには合わないなと思ったので、ウィゴーに行って、このサイズ感と見た目のバランスとかがちょうど良かったのでこれを選びました。革っぽい感じに見えるんですけど、合皮なのかビニールなのかは分かんないです。で、中はちょっとよく分かんないけど布になってます。ビニールっぽいナイロンっぽい感じの素材です。ここなんかすぼまってるんですけど、ボタン外すと取れて広くなります。ここに平べったいポケットがあって、こっちはちょっとマチがついてるポケットがあります。こういう状態になってるんですけど、ここを開いた時すぐ見れる大きいポケットもあります。ここはちょっとなんかひっくり返したら落ちちゃいそうで怖いので、グミとかお菓子とかを入れるのにはいいと思います。で、このリュックはこの今見て白い部分が真っ黒なやつとか、銀ギラ銀みたいな感じのリュックもありました。そう、シルバー。これだとすっごいシンプルなので、なんかキーホルダーをつけたいなと思ったので、じゃん、こちらのユニコーンを買ってきました。こちらは500円です。超かわいいユニコーンのぬいぐるみです。これもウィゴー135で買いました。お、いい感じですね。これつけると一気に可愛くなると思います。ではこの中身をこっちに入れ替えたいと思います。まずこちら、お財布です。スマホです。そしてこちら、これはまあ普段も入れてないんですけど、前銀だこに行った時にピザポテト味っていうのがあって、なんか食べてみたいなって思ったんですけど、その時に特製チーズパウダーっていうやつで、もともとチーズはかかってるんですけど、さらにチーズを濃くしたい時結局かけなかったので、ちょっともったいなくて取っといたら使いませんでした。そしてこのポケットのところは肌の潤いを守る特製特濃ミルク白桃味が2個入ってます。リュウハミカクと、こちらリップです。すぐ顔色が悪くなって唇とか青くなったりするので一応持ち歩いてます。で、なぜかイヤホンは入ってないのにイヤホンを止めるやつが入ってます。これすみっこグラスのタピオカなんですけど、結構便利なのでよく使ってます。でもイヤホンは入ってません。では入れます。どうしようかな。このこれはここで入れるんだ。一応入れとこう。もう一回入れなくていいや。これはここでどうしようかな。これどうしよう、迷うね。イヤホン中のマチがない方のポケットに入れます。こっちマチがある方のポケットに入れます。これはこの中で、これもこの中で、よし、だいぶね余裕がある。こっちはもうこの長財布を入れるだけで結構パンパンになっちゃうんですけど、結構余裕がある。あ、待って、これ止めてみよう。あ、これ止めると結構狭くなる。ではペットボトル1本入れてみます。あ、余裕で入る。あ、まだ入る。こんな感じでまだ入りそうです。で、ここにさらにサクマドロップスを入れることもできます。ずっと冬用のちっちゃいリュックが欲しかったので嬉しいです。
他の色もいっぱい、紫とかそういうのもいろんな場所に売ってたんですけど、黒とか白の方が合わせやすくていいかなと思って黒と白にしました。これからはこのバッグを大事に使っていきたいと思います。以上、新しいバッグ紹介でした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。